皆さんこんにちは、ピノミです。本日は今現在ニキビに悩んでいる方であったり、または過去にニキビに悩んでいた方に対して小さな光が差したとも言える嬉しい事実っていうのを知ったので、本日はそちらを共有していきたいと思います。こちらのチャンネルでは私の実体験を交えながら主に肌や歯に関すること、そしてライフスタイルを発信しているチャンネルになります。もし本日の動画少しでも参考になりましたら、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。私自身かれこれ15年以上ですね、顔の至るところに出るニキビで悩み続けていたっていうことがあって、それがやっぱり思春期や20代前半の頃だったので、もうコンプレックスそのものでしたし、自信が持てないなんていう場面も多々あって、ニキビが出てきていいことなんて一つもないってやっぱ思っていたんですね。人によってはもう生まれてこの方顔にニキビなんてほとんどできたことないよっていう方もいると思うし、その分そういった人って治療する必要もないわけですから、もう本当に世の中不公平だなって思ってたし、ニキビができない人生に心の底から羨ましいって思っていた時期もありました。それがですね、ニキビがたくさんできていたことっていうのもなんか無駄じゃなかったのかなと思えるような出来事がありまして、先日かかりつけの皮膚科に受診をした時にですね、皮膚科の先生からニキビが比較的できやすい人であったり、ニキビがたくさん出てきた人っていうのは年を取るとですね、顔がたるみづらいんだよっていう話を聞いたんです。なんでも先生曰くニキビができやすい人っていうのは比較的この顔の皮膚っていうのが厚くって、皮脂が出やすいためにたるみづらいんだよねっていう説明だったんですよ。その話を聞いた時は、まあ単純に嬉しいかもとは思ったんですけど、一見体に何もいいことがなさそうなニキビができることによって、なんでこういったたるみとかができづらくなるんだろうかなっていうことのもう少し深いところが気になってしまって、私自身で後日ちょっといろいろ調べてみたんです。そしたらイギリスにあるキングスカレッジロンドンという世界的にも有名な大学があるんですけど、そちらが公表した研究結果っていうのがあって、その題名がニキビ患者の細胞は老化を遅らせる可能性があるというものでした。なんだか先日その皮膚科の先生が言ってたことと多少なりとも関係がありそうですよね。この研究の結果っていうのを自分なりに説明してみますと、私たちの体っていうのは約60兆個ものの細胞から出来上がってるんです。60兆個ってなんか想像がつかない数字ですよね。それだけ多くの細胞からできているっていうことなんです。その細胞内っていうのには染色体というものがあって、その染色体の一部にテロメアといって DNA ですね、遺伝子情報を守っている重要な部分があるんですけど、このテロメアの長さっていうのがなんだか老化の進行というものに関係しているみたいなんです。ん?っていう感じなんですけど、簡単に言うと、もしこのテロメアっていう部分が短くなっていくと老化が進んでしまう。肌に置き換えるとシワであったりたるみが進行していってしまうということになるんです。ではニキビができている人はどうなっているんだということになるんですけど、ニキビ患者の人っていうのはもともとこのテロメアが長い傾向にあるんだそうです。なのでニキビができやすいっていう人はテロメアが長い分、その分老化が遅れる傾向があるっていうのが今回のこの研究結果の中身なんです。ではこの老化に大きく関わっているテロメアが短くなってしまうっていうのは、喫煙とか肥満であったり、あとはストレスっていうのが原因になることがあって、この現代社会においては誰にでもあり得ることですよね。でもこれらのことが原因で老化が進んでしまうっていうのはなんだか納得できますよね。実はこういった体の老化っていうのはテロメアという細胞内にある染色体の一部っていうのが大きく関わっていたんです。このような研究結果が出たからといってニキビが出た時の劣等感っていうのを
私自身も嫌というほど感じてきたっていうのもありますし、ニキビができてよかったなって思いましょうなんて勇気は1ミリもないんです。30歳を過ぎてきてアンチエイジングっていうのをより一層気にする年頃っていうのにはなってきたんですけど、特にシワとかたるみっていうのは近い将来必ず気にすることでもあるし、どうやってこれから対策をしていこうかなと考えている矢先だったので、今まで青春時代の多感な時期に苦しめられていたことっていうのは、これからのアンチエイジングに少しでもためになるものもあったんだなと、ほんの少しですけどポジティブに捉えることができるようになったっていうのが私自身ありました。なので現在進行形でニキビに悩んでいる人、または過去に悩んでいたっていう人がいらっしゃれば、本当に今辛い思いをしていたり自信をなくす場面っていうのも少なからずあると思うんですよね。私も実際ニキビが出続けていた頃は苦しい時っていうのもありました。だけど必ず嫌なことばかりではなくって、本当に少しではあるんですけど、後々ポジティブに考えられる場面っていうのもあるみたいなので、根気強く希望を捨てないでほしいなと思っています。私自身これまでニキビ跡の治療っていうのにそれなりの時間とお金っていうのをつぎ込んできたっていうのは事実ですし、そもそもですよ、ニキビが出ない人生を送っていて、ニキビ跡治療っていうのが必要なければ、その分アンチエイジングに治療に使っていた時間であったりお金っていうのをつぎ込めたわけですから、ニキビができて結果良かったとかそういったレベルの議論をしたいっていうわけではないんです。ただ老化現象が遅れるかもしれないっていうのは単純に嬉しいことではあると思うので、この動画ではニキビというネガティブにしか見えないものをポジティブな面もあるかもしれないよというスタンスで紹介させてもらいました。また私がこれまでニキビ跡治療に対してですね、どのような治療であったりアプローチをしていったかや、セルフダーマペンなどの動画も多数配信していますので、よかったら概要欄も確認してみてくださいね。はい、いかがだったでしょうか。本日はニキビができやすい人にとって朗報になるかもしれないことについてお話をしてきました。もし本日の動画少しでも参考になりましたら、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。またねー。